どうも、おしまいすおきです。映画やドラマの考察やレビューをやっております。えー、2023年夏ドラマもどんどん進んでまいりまして、一応僕のカウントだと4週目でございます。えー、8月5日から11日ぐらいのドラマの私のトップ10ですね。心のトップ10、オリコンチャートのように毎週勝手に発表しているんですけれども、えー、ちょっとね、ビバンが盛り上がりすぎておりまして、ビバンの考察動画みたいなものをほとんど毎日どこかしらで出しているので、えー、ビバン今週僕5回ぐらい見てるんですけれども、その分ちょっと他のドラマがね、えー、若干手薄になってきてしまっていると。 とといいいうのをご勘弁いただければと思います、えー、フジテレビオンデマンドとか、えー、TVer とかでね私が出ている、えー、フジテレビ批評という番組の夏ドラマ「辛口砲弾」というのの前編がすでに配信されていますのでそっちもぜひ合わせて見ていただきたいんですけれどもトップ10ですね一応10本何とかコメントするものを選べたかなという感じで正直まあ、えー、不本意でございます、えー、先に言っちゃうとバラカモンとか警部補大魔人とかちょっと今週見るのが間に合わなかったなっていうものもありまして本当申し訳ないですけれどもトップ 点一応ね、サクサクっと、ちょっといつもより短めかもしれないんですが、発表していきます。えー、で、皆さんのコメントでね、え、今週のドラマどうでした今はこれ見てますというのもですね、いつも通り、え、ガンガンコメントで書いていただいて、え、すべて目を通しておりますので、引き続きよろしくお願いします。えー、では第10位は、ごめんなさい、えー、真夏のシンデレラでございます。えー、これね、ちょっと今週ね、ちょっと動画を出すのを完全に忘れておりまして、えー、まあちょっと悩んでたらいつの間にか時間が経っちゃったって感じなんですけれども、え、いろ大事件が起こりましたね。えー、で、一つ はですね弟くんの彼女が妊娠してしまったという事件でしたね。そしてそのお相手が弟くんではないというとんでも展開がありましたけれども、これはですね、まあ、ちょっと僕は踏み越えたかなとちょっと思ってしまいました。主人公の森七菜さんを追い詰めるためにですね、いろんな試練を用意するっていうのはまあいいんだけれども、ちゃんと向き合えないような題材というか、重い題材をですね、使ってくるっていうのはまたちょっとね、これ主人公じゃないならダメなんじゃないかなっていうか、うんこれ 脇キャラに背負わせる罪としてはですね扱いちょっと難しいよと、えー、思いましたね。うんえー、でプラスアルファ、えー、お相手が別の人だっていうのもさ、えー、なんかツイストを重ねようとして、えー、直接じゃないという、えー、ひねりを加えようとして結局何が言いたいのかよく分かんなくなっちゃってるというかさ、えー、その問題があのひねられすぎちゃってさ結局それって何が問題なんだっけみたいな、えー、ことになっちゃってるわけですよね。そ、えー、その弟くんんが背負う必要あるんでしたたっっけそれってみたいな えことになっっちゃってる。で、それも別になんかこう具体的な、えー、こう見せたいというメッセージがあるっていうよりかは普通じゃない見せ方をしたい。えー、ここで弟くんの責任だったら普通になっちゃうから、えー、別の人の責任ということにして、でもそれを弟くんが背負うっていうことにして、みたいな。なんか割と継ぎはぎ継ぎはぎで考えてんじゃないかな、みたいな、えー、ふうに思ってしまったかな。うん。なので、ここまでは割と一人一人のキャラクターがめちゃくちゃだよね、みたいな感じでテンション上がって言えてたんですけど、後半はちょっとこれはどうなのっていうところまで来ちゃ たかなと思うんだけどでも結局最終回まで見る気はしますのでトップ10の10位に一応つけとこうかなっていう感じでございます他にもまあいろいろ言いたいことあるんでもし時間あったら1本取るかもしれないですけれども5話6話かなでまとめて感想に出すかもしれませんちょっと皆さんのご意見をいただければと思いますそして第9位は彼女たちの選択第4話でございます え、深川麻衣さん、前田敦子さん、石井杏奈さんというですね、私の世代の女子スターがですね、集まっている作品なんですけれども、ちょっとね、3人が集まって、計画が動き出そうとしているという感じなんですが、若干鈍調になってきたかなというのと、若干ですね、演出が古風になってきたかなという、よくも悪くもなんですけれども、それが見やすいっていう人ももしかしたらいるのかもしれないんですが、僕的にはね、なんか会議中に CM にキャスティングしたい有名人 にマネーージャーと知り合いなんだよねみたいなことを言ってそのみんなの前で電話するキャラクターが出てくるんですけれどもいや割とそういうセンシティブなキャスティングについての話題とかって人に聞かれないように1対1でやるもんじゃないみたいな風にちょっと思っちゃったりねそういうのがなんかこれわざとじゃなくてたまたまそうなっちゃってるよねみたいなちょっと変なところがね何個か今週増えてきたような気がしました。ここまでで来てててね割と物語ががスピードが落ちてきたのかなっていう感じで え、こっからが本領なのかなと思っているんですけれども、え、引き続き俳優陣の演技と音楽がめっちゃかっこいいので、え、そしてまあ原作未読で単純にストーリーの先が気になるので、最後まで見るとは思うんですけれども、え、当初のスピード感はちょっとなくなってきたかなという印象でございます。え、そして第8位はトリリオンゲームの第5話でございます。え、これはね、え、結構僕のチャンネルのコメント欄でもかなり人気で、え、好きな人はずっと見ているという形でしょうか。え、目黒蓮さんと佐野隼人さん、好きな方ご覧ください。 なっていると思います、えー、そして僕はね今田美桜さんに非常に注目しておりまして、えー、今回の助演女優賞はですね、えー、今田美桜さんめっちゃいいなと、えー、推しているところなんですけれども、えー、割とね なんかダークな目黒連さんが出てきたというところで賛否両論分かれてるのかなという印象です。今まで通りで良かったよという人もいれば、あ、やっと見たい目黒連さんが出てきたと。それぞれの感想が湧き出てるかなという感じなんですけれども、僕はまあこうダークな方が面白いかなとは思いつつ、割とね、まあこれ、原作そのものをちょっとね、好き嫌い分かれちゃうコメントになるかもしれないんですけど、なんかね、その嘘ばっかりついてるというか、何を言ってももう嘘に見えてきてしまう次元に ななっっててしまっているのでなんかあんまりこう集中力が持てないというかなんか嘘をつく人だもんねっていう嘘つくことが芸、えー、の人だもんねっていう人になっちゃっていてなんかあんまりこう彼が何を言ってもびっくりしないという、えー、なんかテンションになってきてしまっています。それはこのトリリオンゲームにとって、えー、あんまりいいことなのか悪いことなのか僕は今のところまだ分かんないんですけれどもなんかそれって結局その人が言う,言うことなすことがあんまり興味を持てないっていうところにつながってきちゃうような、えー、気もしますので。 っていうのと、なんかそのメディア全体をみたいなこう大きな話されちゃうと、え、なんでそれがしたいんだっけみたいな。なんでそこまでしてそれがしたいんだっけみたいな。え、話のスケールが大きくなってしまうと、それって個人レベルでやるような話なんだっけみたいな。えー、ところはちょっと気になってしまって、えー、なんかこの春というですね、えー、エキセントリックなキャラクターの根本が何なんだっけっていうことをですね、えー、割となんか CM のタイミングごとにちょっと考えてしまうように、なんか若干だから悪い言い方で言うとちょっと冷めてきたかなっていう感じはします。で そういういいい視聴者の人もねね多んんじゃないかなかと僕は、えー、思ってるんですけど、ねえー、楽しんでる方もでも結構いっぱいいるみたいでそういう方のご意見もコメント欄でお聞きしたいですで、あ鈴木浩介さんがね出てきてね出てきましたよ、えー、野間口さんとか鈴木さんとかね八嶋さんとか、えー、いいじゃないですか出てくるとテンション上がりますよね出たな鈴木浩介っていう感じで今回はどんな、えー、クセモノをやってくれるのかというですねその、えー、やっぱりこう主役に、えー、興味を持っていましたけれども脇のキャラクターでテンション上がるというのもドラマの醍醐味 かなと思いますのでこちらもなんやかんやこうテンションの工程はありつつですね結局最後まで見るのだろうとは思っておりますえー、そして第7位はこれ新しく僕が見始めたドラマですでに第2話までやっているんですけれども僕たちの校内放送というドラマですえー、その名の通りですね高校生が校内放送でラジオ番組のようなテンションで人気番組にしていくみたいな話なんですけれども1話20分ぐらいで非常にめっちゃ見やすいっていうのとえー、僕がですねもともとあの表で喋る仕事を 始めるきっっかけとなったのがですね中学生の時に聞いた深夜ラジオだったっていうところもありまして、で今でも芸人さんの深夜ラジオはずっと聞いているので、割とわかるわかるっていうところが多くてですね、個人的な肩入れでこのランキングになりました。でね、なんかこういう作品ってあの最近結構多いですよね。お耳に合いましたらとか、真相は耳の中とか、あと最近はこのチャンネルでもめちゃくちゃ取り上げましたけれども、波を聞いてくれとかですね、ラジオリスナーっていう人たちがめっちゃいっぱいいるっていうことがまあ明らかになったんですよ。 数字上明らかになってラジコっていうですねラジオアプリの市場とかもどんどんですね数字が伸びていたりしましてそういうところとタイアップしていたりしてこういうドラマが作られている今回の多分僕たちの校内放送は違うと思うんですけれども確か「お耳に合いました」と「真相は耳の中」とかはスポティファイと一緒にやってたんじゃなかったかなとか確かそういう気がしますけれどもまあ一個のですねクラスター市場になっているっていうところがありますよねそこで「いやラジオリスナーこんなんじゃねえよ」とか「ラジオの喜び」 ってそこじゃねよみたいな、え、ツッコミが、そうツッコミとして入ってしまうと、やんない方が良かったみたいな企画になっちゃうわけですけど、今回の作品はね、なんか、あの、オールナイトニッポンが、割とこう、協力として入ってるみたいで、そこは盤石っぽくて、え、まず主人公の男の子が聞いてるのが、休み時間にですね、ぼっちみたいな感じなんで、机に突っ伏して寝てるんですけど、その時に聞いてるのが、え、佐久間信行さんのオールナイトニッポンゼロだったりとか、え、ヒロインっぽい女子が出てくるんですけれども、その子がですね、え、主人公の男子に、 片方ずつのイヤホンで聞かせるというですね、ラブリーなシーンがあるんですけれども、そこで、えー、僕がもう一番大好きなラジオ、三四郎さんのオールナイトニッポンゼロを、えー、男の子に聞かせてくるんですね。で、話を合わせるためにその男の子がですね、前田大四郎くんですけれども、あ、俺もリスナーだよって嘘ついちゃうから、その説明が必要すぎるですね、マニアックな、えー、三四郎さんのラジオなんですけれども、え、えー、じゃあこれ神回だよみたいな感じで聞かせてきて、それがえ飛び降りろ飛び降りろっていう小宮さん、三四郎小宮さんの声が聞こえるんですけれども、あのー、鳥人間コ というですね 大規模な大会がありますけれども、それで伝説と呼ばれた人がですね、大失敗してしまいまして、記録をなしにするためにチームのメンバーに飛び降りろっていうですね、笑えないジョークを言っているっていう、まあ、エピソードをですね、三四郎さんが小宮さんが鳥人間コンテストに芸能人枠で参加した時にですね、なんか話していたんですけれども、それをですね、毎年落語のように話すっていう悪ノリが三四郎さんのラジオの中でありまして、その回を聞かせてるんですよ。で、それは三四郎さんリスナーだったら意味わかるけれども、聞いてない人からしたらテレビだけで 見てる人かららした飛び降りろ飛び降りろってその現場で言ってるかと思うような変な流し方をしていてですねそういうところはですねこうマニアックな人に刺そうとしてるんだなっていうことがはっきり分かりましてですね高校生の校内放送のラジオなのにはがき職人をやっている有名な人を連れてきて放送作家にするみたいな感じで明らかに2人でアドリブで喋っていた時よりも明らかに一段面白くなってるみたいなこのラジオの作り方僕も一応毎週ラジオの仕事してますしお笑いコンビでラジオの オールナイトニッポン1回だけやったこともありますし、えー、だからこうやると面白くなる、こうやるとつまんなくなるっていうことが、才能だけじゃなくて方法論として完全にある程度はあるものなんですよね、ラジオっていうのは。えー、それをこう解体して見せてくれる、そして高校生でやるっていうのが、これお仕事ものじゃないんだけどお仕事物、えー、青春ものなんだけどお仕事もの,の味がするっていうところでね、非常にこういいもん見させてもらってるなと思いますので、えー、まあ、他のドラマを見終えた上で、ちょっと時間があったら、なんかえまとめてみようかなみたいな感じの気持ちになる ドラマでございます、えー、よかったらちょっとだけ覗いてみていただけると嬉しいです。えー、そして 第6位は嘘コン第5話でございます。嘘コンはもう僕ドハマりしてまして、えー、これは毎週実質1位って言いたいところなんですけれども、えー、今回はね、非常に特殊なことをやっていまして、えー、菊池風磨さんと長浜ねるさんがね、偽装夫婦を、えー、やることになるんですけれども、勘のいい親友がですね、えー、あれは嘘だろと気づいて家に訪ねてくると。で、それがスノーマンの渡辺翔太さんなんですけれども、ほとんど密室会話劇ですよね、今回はね。えー、ずーっと家の中にいまして、ちょっとだけ外に出るシーンがあるんですけれども、 またそのの後もずっと家の中というですね、えー、ほぼ、えー、ワンルームで、えー、行われるミステリーみたいな、えー、感じでしたよね、えーで。基本的にはもうコメディというか、えー、密室コメディサスペンスの感じを出してるコメディっていう感じなんですけれどもやっぱね渡辺翔太さんがね僕も今年の夏ドラマ全体の助演男優賞かなと、えー、毎回思わされますね。えー、というのは、まあ、彼はですねおそらくこの結婚が嘘であるっていうことはうっすら気づいているんだけれども、えー、トリンドル・レナさん ちんとね、2、えー、人で探ろうと言ってるんだけれども、彼女に対してはまあ、多分本当っぽいみたいな、えー、返信を送るんですよ、えー。だから彼はこの結婚が嘘だとしても親友を応援しようという判断をしたっていうことを、えー、彼の心の中で決めるというだけの会なんですよ。たったそれだけの会なんですよ。 それだけに〇〇5話を〇〇、えー、1話分第5回というね、結構重要なタイミングで咲いてるというのがね、すごかった。これ渡辺翔太さんの演技を信じきってないとこの構成にはできないと思うんですけどね。えー、っていうですね、彼の心の葛藤だけの 回ですよね、今回はね。えー、っていう非常にね、いいなと思いました。えー、それでいて、こう、なんか狭かったなとか、ちっちゃい話だったなとか、別に思わないんですよ。えー、ずっと、バレるかバレないかのサスペンスをやっている会なので、まあ、バレたらおしまいですからね。えー、これは一緒に働いている人なので、非常に重要な人なので、親友なので、えー、信用してもらわないといけないんですけれども、えー、そこでね、やっぱ彼の心の葛藤が、ただ単に、え、秘密を守るとか、えー、侵入するとか、えー、そういうことじゃなくて、えー、いろいろこう、複雑に 考えたた上ででで信じるというう決断をししのだすねた渡辺翔太さんのもうある意味独壇場みたいな回だったのかなと思いますね。でここまでで菊池風磨さんと長濱ねるさんのコメディ演技みたいなものは4話かけてですね非常にもう魅力的に見せていましたので5話で新しいですね別のキャラの魅力を中心にズドンと出して別の主人公みたいなね今回完全に渡辺さん主人公ですからねっていうのはドラマとしては全く成功法だと 思いますので、えー、結構ね正ししい作りり方ててるなぁと思っております、えー、これ「無限マヤカシ」というですね別の「怖、え、い、ー、だけ」のチャンネルがあるんですけれどもそっちでも、えー、高野湊人さんというですね脚本家の方に僕がウソコンめっちゃ勧めたら、えー、彼も見てくれたみたいなのでもしかしたらそっちで2人で語る回がもしかしたらあるかもしれないのでそっちも楽しみにしてみてください。 えー、そして、第5位は、こっち向いてよ向井くんの第5話でございます。えー、これはね、もうどうなってもいいぐらいですね、もう完璧に作られてるドラマだなと、えー、僕は思うんですけれども、一応フジテレビ批評でもね、僕、えー、こっち向いてよ向井くんについては語ったつもりだったんですけれども、多分カットされていたようなので、改めて語ると、えー、結構下水テーマというか、ミーハーな気持ちで見て、その自分の恋愛に引きつけるっていうですね、結構ゴシップ的な、えー、前回のクールで言うと、あなたがしてくれなくてもみたいな枠のドラマのはずなんだけれども、全体の ルックと設計がですね、清潔感に溢れているがゆえに、見てる側に罪悪感を持たせないっていうのがですね、トータルプロデュースとしてはめっちゃ優れてるんですよ。というのが、こっち向いてお向井くんのめっちゃ優れたところだとも思,思っています。その上で中身としてですね、男性がですね、恋愛を、男性の加害性というものをこう意識しながらじゃあどう向き合うのか、学校とかですね、いわゆる恋愛市場みたいな、恋愛しやすい場所からちょっと遠ざかってしまった人がじゃあどうするのか、恋愛って必要なのか結構 今って必要なのかっていうまあ時代的なテーマ、えー、っていうのもまああるんですけれども、えー、今回はですね割とこう甘い回でもあったわけですよね。生田恵理香さんが演じている元カノに、えー、10年ぶりに会いました 気、えー、気まままずずいいかななとと思っったら気まずくなくててどどんんん進でしううこれでいいのか悪いのかということでまあこれ勘としては最終的にはこれくっつかないだろうとはまあ思うんですけれどもまあ幾田絵梨花さんのキャスティングがとにかく、えー、素晴らしいなと思いました、えー、というのはまあ階層の中のシーンで、えー、向井君と一緒に寝るときでもそのジェラピケを着てですねかわいい女子っていうセルフプロデュースをしている、えー、頃の、えー、美和子、えー、彼女元カノですね メメイクを落としててガネかけてもう T シャツみたいな感じのもう可愛いとかじゃなくて機能性重視とにかく疲れを取りたいっていう女子になってるっていうですね彼女の10年間を感じさせるっていうところがですねその乃木坂でもう本当にトップアイドルをやっていましたけれどもそこから人段落して俳優業に今専念してる専念してるというかまあいろんなお仕事されていますけれどもその人段落した人っていう感じが本当にもうキャリアそのまんまだなというふうに思いましてこういうい ススティンングセでで元坂道のの方が光るっていうのはですね、えー、使い方として全く正しいなと思いますのでそういうところめっちゃいいなと思いました、うんえー、そしてね、えー、元気くんの、えー、カレー屋さん元気くん僕は岡山天音さんをフジ、えー、テレビ秘境のコンクールのハマり役大賞というところで出させてもらったんですけれどもあの,あのねウソコンの渡辺翔太さん出したかったんだけどウソコン自体がちょっと短い枠なのでフジテレビ秘境の今回の、えー、トークテーマに収まりきらないっていう可能性が高かったっぽくて、えー、でこっちもいてお向井くん は絶対出る。えー、結構三位にベスト三に上げている人が、えー、コメンテーターの中で多かったのでっていうことで、えー、岡山真音さんを出すことになったんですけれども、あそこ僕的には渡辺翔太さんでも良かったんですけれども、えー、やっぱりですね岡山真音さんがまあそのいわゆるその男らしさっていうものとは真逆に生きてるがゆえに鈍いっていうこともね、えー、今回明らかになってきましたよね。えー、カレー屋さんにまあバイト代わりみたいな感じで手伝いに来てくれる怪しい女の子がいるわけですけれども彼女の行為にですね気づいてないふりをしてるとか。 ななくてて本当に気づいてないんですよね、えー、でそれを見た向井君も「あいい子そうだね」とか言っちゃって「あの解像度が低いんだなこいつらは」っていう、えー、その真夏のシンデレラに出てくる、えー、彼らの本当とむき出しの加害性みたいなものじゃなくて、えー、見た目は加害的じゃないんだけれどもなんかジャッジが雑みたいな、えー、絶妙なリアリティをですね、えー、この赤楚衛二さんと岡山真まさんがね出してますよね。えー、っていうですね見ててそのすごい不快な気持ちになるとか、えー、すごいテンプレとかではないんだけど細かいある あるが積み重ねられているという作品がですね、モテ期の約10年後とかに出てきているのは本当に素晴らしいなと思っております。はい。 そして第四位は初恋ザラリの第六話でございます。えー、これはねもう実質一位なんですけれども、えー、支え合うって何？みたいなえ回でしたね。程度の知的障害を抱えている女性を小野亜璃子さんが演じていましてそのえ彼女と付き合うですね十個年上のおじさんをですね風間俊介さんが演じているんですけれども、二、えー、人でまあいい感じになっているんですけれどもこう社会との接触面で圧力が生まれてしまうというのが前回でしたね。えー、で今回は支え合うってじゃあ何なんだろうっていうこと、まあ職場でのまあとある。 人物の悪意によるですねトラブルを自分のミスなのかもしれないと言って自分のミスとして引き受けてしまうアリサ、小野かりんさんをですね、えー、気持ちがわからないよと、えー、彼女のことを責めてるわけじゃないんだけど責めてるみたいな言い方になっちゃう、えー、岡村さん、風間俊介さんというあこういうところのそごまで、えー、今回しっかり描いてくるんだと、えー、思いまして、えー、結果的にねこの2人は、えー、くっついてほしいなと、えー、思うんだけれどもやっぱりこうワントピックワントピックごとに、えー、向き合い方難しいんだなと。だからやっぱりアリサ だかららしたらその私じゃないいいんだよよっていう風に言い張るよりも私のミスなのかもしれないって引き受けた方が、まあ、みんなが得するし私もその話が終わるから楽だみたいな、えー、彼女なりのもう処世術みたいなものが、えー、出来上がってしまっていることに関して、えー、今から支え合おうとしている風間さん岡村さんはですね何もできないのかという、えー、ようなやはり無力感ですよね、えー、そういうだけの、えー、話ですよ今回もそこワンテーマ、えー、だったわけですけれども毎回ですねこうワンテーマごとに、えー、ちゃんと掘り下げてですね、えー、しかもビク 笑をしていないっていうところ、えー、やっぱりですねギャラクシー賞を取ってほしいなと、えー、毎週応援しております本当にこれはもうあの否定するところが何もないですね、えー、完璧なドラマをすごく予算の少ない範囲で やってて素晴らしいなと思いますし、見てない方はぜひとも本当にもオープニングだけでもいいから、コンクールのオープニング大賞は初恋ザラリですので、ぜ、え、ひ、ー、とも見て、えー、安らいでいただければと思います。えー、そして第3位は、すいません、やっと始まりましたよ。えー、何曜日に生まれたの、第1話でございます。えー、野島真治さんのね、久々の脚本ということで、いいとよまりさんが主人公の作品ですね、オリジナルドラマでございます。えー、非常にですね、どうなるのかわからんという宣伝だったわけですよ。サスペンスなのか、ミステリーなのか、 ラブストーリーなのかコメディなのかわからんみたいなえことが広告に書いてありましてそれほとんど決まってないんじゃないのみたいなえことをドラマウォッチャーはですねみんな邪推していたわけですけれどもまあ蓋を開けてみれば確かにそうだなみたいな 確かにどんなジャンルとも言えないな、これは。っていう感じでしたね。え、で、とりあえず過去に、え、トラウマを抱えて、え、引きこもりになっている主人公の女の子ですね。え、がですね、お父さんが漫画家、陣内孝則さんがやっていますけれども、え、そして彼もスランプに陥っていると。え、で、彼の漫画の題材として、え、その自分を使うという、え、プロジェクトが動き出してしまうという、え、まあ話なんですけれども、え、脇の人もいいですよね。シシカフカさんの、あ、なんかめっちゃかっこいい女の人いる。誰と思ったらシドカフカさんというね、え、もうこれあるある なんですけど警大魔にも、レギュラー出演ししていまでもでも全然違うキャラクターなんですよね。っていうとこも素晴らしいですしね。え、溝端淳平さんがその計画をですね、変な感じで進めようとする怪しい人なんですけれども、その感じもいいですね。え、で、彼女の過去を掘り下げていくというミステリーだと思うんですけれども、全く先が読めないですね。え、なんでかっていうとやっぱりジャンルがわからないからですね。え、こういうジャンルならこうなるみたいなテンプレみたいなものがわからないので、これはもう仕方ないですけれども、 見ちゃうと いうところですね。うん。えー、で、まあ、やたらね、雨が降ってるエンディング、みたいな、えー、ところとかも、その、野島さんの、その、前世紀というか、えー、一時代を築いていた頃のドラマ、みたいなものをね、彷彿とさせつつ、一個一個の会話に関して言うと、えー、明らかに陣内隆則さんが古い人。で、えー、死語とかもめっちゃ使う。えー、で、若い人たちは若い人たち同士でナチュラルな会話をしているっていうところで、えー、その、若者言葉と若者言葉についていけてない世代の人っていうのの、書き分けがね、これ意外とトレンディーな時代のドラマを られてていいいた人ののの脚本ととししは珍しいぐらいですねこう世代ごとのセリフの書き分けが僕はできてるなというふうに思いましたできてるっていうのも野島さんに言うのも失礼な話なんですけれどもやっぱりそのシリアスとコミカルのバランスみたいなテレビドラマならではの部分とかもですね今後突き詰めていかれそうで非常に楽しみでございますとりあえず滑り出し良かったなという感じですそして第2位は「 ビバンでございます。第4話まで来ましたね。えー、僕はこれかなり、えー、考察動画みたいなもの出しておりますし、先ほども述べた無限前かし。 というチャンネルでも1話につきだけでもう1時間半ぐらい喋ってる動画が3本出てるんですけれどもえそっちでも結構喋ってるんですけどまあそこでも言わなかったことかなまあ,まあ,あんまり言及してないことに関して言うとえやっぱりねこの乃木というキャラクターの愛国心というものを相対化したっていうところがすごいなと思いましたえだからその国を愛してれば何してもいいっていうえそういった曲がった考え方みたいなものをですねえ結構グロテスクに描くんだろうなっていうえところがですね潔 良いしあの非常に正しいなという風に思いましてのぎ、えー、のですねこの行き過ぎた正義感というものをですね決して全肯定はしない話になるんだろうなっていうのが、えー、今回第4話の最後によく分かりましたね、えー、その別版であろうと何であろうとですね近代社会においてまだ罪を犯してない人をですね先回りして殺してしまうっていうのは絶対におかしいことなわけですよ、えー、っていうことをそのフィクショナルな世界観なんだけれども、えー、その完全にマフィアとかしかいない黒い世界とかだったらそういうことはあると思うんだけども 国家権力を持ってしまっている人がそれをやっているっていうかなり解像度の高いですね権力論というか刑法論みたいなものになっているそしてまあ愛国論っていうところにもなっていくと思うんだけれども今後がそういう意味で非常にめちゃくちゃ楽しみになりましたね1話から3話までの見せ方モンゴルでのアクションシーンみたいなものとは今回は全然違ったんだけれどもやっぱりラストシーンがね全ドラマの中でも相当好きなシーンになるぐらいですね今回のラストシーンダムみたいな ところで坂田孝也さんをですね松坂桃李さんと坂井雅人さんが処刑するというシーンとても美しくて、えー、ああいうシーンがあるだけで僕のランキングがズバーンと上がってしまうんですよね、えー、というわけで、えー、ビバン全体をですね、えー、まだ分かってるわけではないですけれども今後楽しみだなっていうところと今後に対する安心がちょっと増えたなという感覚もありましてこのランキングにしました、えー、詳しくはですね本当別の回で喋っています今週第4話についてだけで僕は計7本ぐらい動画を出して と思いますのでそっちで詳しく見て、くださいそしてここまで来たらもうお別れでしょう。第1位は、はやぶさ消防団でございます。え、第4話だったかなえ、僕の周りでも、はやぶさ消防団だけ見てるっていう方もね、結構いたりするぐらいですね。今季1本だけ見るならこれみたいになってるかもしれないですね。え、バンかはやぶさ消防団も、え、好み大きく分かれると思いますね。え、両方好きな人っていうのはあんまりいないかもしれないぐらいですね。え、ぱっくり分かれると思うんですけど、え、私ははやぶさ消防団っていう人も、え、僕の周りにいたりするので、 それもちょっととわかるなという感じですね、えー、でいいところとしてやっぱどんどん怖くなってくんだけど他の要素も増してくるっていうところですよね、えー、キスシーン川口春奈さんと中村智也さんの、えー、謎のキスシーンですよね、えー、なんか雰囲気が良くなったっていうのはわかるんだけれども、えー、この女の人が悪い人なのかもしれないっていうところが、えー、わかる回でもあったっていうですね、えー、こうラブリーなシーンもある一方で 彼女が邪悪なももののにに見えるるとといいうう、えー、下りも同時にやってるというですね逆方向のことを1話の中でで同時にやって,るっている、えー、とうこころですよね、えー、でこの、えー、カップルがもうベストカップル賞、えー、コンクールトップに踊り出たと思ったら、えー、ラストシーンでズドーンと落馬するというですね <laughs> いやいやいや押せるかいみたいな感じになるっていうあの引っ張りそして最初に出てきたシーンが、えー、ラストシーンで全く違った意味に見えるというですね同じシーンが繰り返されてるんだけれどもあそういうことだったのかと つながりも1話のまとめ方としてめっちゃうまいなぁとも思いましたね、えー、そしてまあどんどんですねその連続放火の犯人っていうのはわかんなくなってきてるわけですけれども、えー、今回わかったこととしては、えー、そのお寺に、えー、寄進してる金額が、えー、多い檀家さんっていうのが、えー、今回被害に遭ってるっていうことがわかる一方で、えー、ラストシーンで明らかになった、えー、過激なリンチ殺人をしていたカルト信仰宗教集団というのが、まあ、出てきましたよねでこれどっちも宗教の話なんですよね、えー、古い宗教 宗教の伝統的なやり方っていうのに対して新しすぎる宗教のやばいやり方っていうこれもまたこう二軸別のことが一話の中でズドンと出てきてるっていう何かねこの表裏表裏みたいなこの2ペアのセットみたいなのが出てくる感覚みたいなのがこれテレビドラマのパズルのピースがバチバチバチってこう常に動いていっててで興味も失わないと訳わ,わかんなくもならないと。 いうですね、絶妙な中村智也さんの軸ですよね。やっぱりこの人がこの村に来た理由っていうのは僕らも共感してるし、ここで小説を書きたいっていう気持ちもわかるし、早瀬消防団に入ってみんなと仲良くなったということもわかるし、だからこそみんなを疑って調べなきゃいけないというこの焦りみたいなね、複雑な気持ちもわかりますし、なんだけど謎に関しては全然わからん、警察は無能だというところでこれはもう完璧な座組が4をかけて出来上がり 上がっったんじゃないいですかっていうえこれはこの後も楽しみですよとい。う回でございいましたはいというわけで、ちょっとね、偏ってはいるんですけれども、なんとか今週もトップ10を発表させていただきました。皆さん何のドラマ見てますか感想もぜひ書いていただきたいと思います。というわけでね、一応ですね、何曜日に生まれたのがコンクールの、まあ、ほぼほぼ最後かな、大型のもので夏ドラマとくくれるものでは、一応最後に近かったかなと。まだね、ちょっと意外とぼつぼつあったりするんですけれども、とりあえずこの出揃った中でズドンと、引き続きランキングを作って いいいきたいと思いますトップ10から漏れたものもね、引き続き見てはいますので、またこう上がってくるパターンもあったりしますので、えー、これ。 今回はトップ10から漏れてましたけれども、引き続き面白いんでぜひ見てくださいみたいなコメントとかも、あの、お願いします。え、バラカモンと警部補大魔人、今週見れませんでした。えー、それも来週も入ってくる可能性もありますのでね。えー、結局豊作なんじゃない夏ドラマ。という感覚でございます。えー、夏ドラマ引き続き楽しんでいきましょう。過去のランキングもね、概要欄の再生リストを貼っておきますので、あ、こういう変化でこいつは見てるのかというのもですね、えー、見ていただければと思います。以上、ありがとうございました。